ご飯って重量の 60% ぐらいが水分なんです。ですので、まあお茶碗にこうね、しっかり持ってるご飯、実は水を食べてるような状態なわけですよ。こんにちは、橋山由紀夫です。いつもお米チャンネルをご覧いただきありがとうございます。今回は YouTube のコメントでいただいたご質問にお答えします。それでは岸お願いします。では早速コメントを読み上げます、はい、6対4にしてお米の量を増やしたとしても摂取カロリーが消費カロリーを上回らなかったら太りますよね。つまりお米がどうこうというよりも消費カロリーが大きく摂取カロリーが少なくなるようにしたら良いってことなのではないでしょうか。私は運動が苦手なので消費カロリーがあまり増やせないのでお米ダイエットをするよりも塩分、糖質制限などの食事制限をしていった方が痩せますよね、というコメントをいただきました。はい、ありがとうございます。カロリーの摂取量と消費量の関係についてというご質問ですね。このご質問してくださった方のイメージではお米をしっかり食べる、6対4でしっかり食べるとカロリーが増えるっていうイメージなのかなって感じたんですけれども、まずそのあたりからちょっと解説したいと思います。ご提案している6対4のバランス、ご飯が6割、おかずが4割という食事のバランスをご提案してるんですけれども、このバランスって実はカロリーオーバーしにくい食事バランスになるんですね。なぜそうなのか。一般的にはおかずの方が多くて、外食の定食屋さんなんかに行くとおかずの割合が6割7割多いとこだと8割でご飯ちょこっとみたいなバランスのお食事って結構カロリーオーバーしやすいんですよね。カロリーが多くなるからご飯を控えるっていう人が多いんですが、そもそもおかずってカロリー高くなりやすいです。カロリー計算を知っていただくとわかるかなと思うんですが、糖質や炭水化物、そしてタンパク質っていうのは 1g あたりのカロリーが 4kcal なんですが、脂質ですね、脂質は 1g あたりのカロリーが 9kcal と倍以上あるので、脂質の割合の高いお食事っていうのはカロリーが増えやすいっていうことなんです。ご飯というのはカロリーの中に占める脂質の割合が極めて少ないんですよ。2% ぐらいしか入っていませんので、ですのでご飯ってしっかり食べてる割にはカロリーが高くないんです。お米に水を入れて炊くとご飯になりますよね。ご飯って重量の 60% ぐらいが水分なんです。ですので、まあお茶碗にこうね、しっかり持ってるご飯、実は水を食べてるような状態なわけですよ。ご飯って食べると結構満足度があると思うんですけど、その割にはカロリーが少なくて実はすごくヘルシーなんだよっていうことを知っていただきたいです。今までのお食事の量がこのぐらいあったとしますよね。このお食事のサイズの中でおかずが7割8割でご飯がちょこっとっていう食事をしていると、結構量を減らさないとカロリーオーバーしやすいので、まあダイエットっていうとカロリー控えるイコール食事制限、食べる量を減らすっていうイメージがあると思うんですけども、ご提案しているお米ダイエット、お米生活っていうのは食事の量を変えずしてカロリーを抑える方法でもあります。同じサイズのこのお食事でおかず中心だった方はおかずを半分ぐらいにグッと減らしていただいて、その分残った空いたスペースにご飯を増やしてもらうっていう、そんな感じですね。イメージ湧きますか？同じサイズのお弁当箱があると思ってください。お弁当箱の中でおかずがしっかり、ね、おかず中心のお弁当の時、ご飯はちょこっとっていうお弁当を、この仕切りの位置をおかずのぐーっと縮めて、ご飯をぐっと広げていただいて、こうバランスを逆転していただくと、半分以上がご飯でおかずの方が少ないっていうバランスにしていただくと、同じサイズのお弁当箱なんだけど、カロリーが低くなる。というそんなイメージなんですよ。ですので食事のボリュームを抑えるのではなくて割合を変えることでカロリーセーブするということが一つお米ダイエットが痩せやすくなる背景としてあります。もちろんおかずの中身によってこの変化の割合というのはちょっと変わってきますが、傾向としてですね、おかずを減らした分ご飯を増やしていただくっていう風にバランスを置き換えていくことによって、実はカロリーが
減る、余計なカロリー摂取量が抑えられることによって、まあ、ダイエット効果が期待できるというのが一つなんですね。食べる量、分量そのものを減らさないイメージですので、食事量は抑えませんから、満足度はあります。しっかり食べてても大丈夫。そしてご飯は特にですね、満足度を感じやすい食材なので、そういう意味では、まあ、本当にね、しっかり食べているのに、なんか痩せてきたっていう風になりやすいんですね。これは嬉しいポイントじゃないかと思います。そしてもう一つすごいポイントがあるんですよ。お米がどうこうじゃないですよね、カロリーの大きさですよねっていうふうにコメントに書いてくださってるんですけど、実はねそうでもないんですよ。同じカロリーの大きさでもどんな食材から取ったカロリーなのかということによって、この燃え方、消費のされ方って違うんですね。と先ほど脂質カロリー自体が高いよってお伝えしたんですけど、例えば100キロカロリーというカロリーの中で脂質が中心の100キロカロリーと脂質の少ないカロリーとだと、もうこれは明確に脂質が少ないカロリーの方が消費が大きいです。さらに言うと、この糖質の部分も砂糖から取った糖質と小麦から取った糖質と米から取った糖質では燃え方が違うんですね。これはすごく分かりやすい現象としては、食事をした後の体温の上がり方が違うっていうことなんです。ご飯、お米っていうのは食べた後の体温の上がり方が大きいんですよ。これはつまり燃えている、よく消費されているっていうことなんですね。ですから同じ摂取カロリーでも燃えやすい食事、食べた後に消費されやすい食事をした方が、まあ、ダイエット効果は高いということが言えます。その観点でもご飯は優秀なんですよ。運動が苦手で活動を増やすことによる消費を増やすのが難しいですって書かれている、まあ、そんな方こそお米を中心にしたお食事にしていただくのは、もう食事そのものがまず燃えやすくなる、消費されやすくなるという観点ではすごくおすすめかなというふうには思ってるんですね。糖質制限とか食事制限で抑えて減らして痩せるっていう発想が、まあダイエットの一般的な考え方として定着してると思うんですけど、制限するとストレスはあるし、減らすと反動でリバウンドしやすいし、やっぱりこうストレスでこうドカ食いしやすかったりっていう、まあそういうね、まあデメリットがすごいたくさんありますし、摂取カロリーを減らせばもちろん消費よりこうね少なくなることで痩せることはあるんですが、摂取カロリーを減らすとどんどん体の消費力が落ちてって、燃えない体、消費しにくい体になっていきますので、どんどん痩せにくい体質になっていくんですね。痩せたけどリバウンド、痩せたけどリバウンドって言ってダイエットを繰り返せば繰り返すほど痩せない体になっていくという悪循環を生みますので、ご提案したいのは制限して減らす、どんどん燃えない体を作るダイエットではなく、ちゃんと食べながら燃えやすい食事にして消費ができる体作りをするという、そんな考え方になります。質問です、はい、コメントしてくださった方がカロリーを燃やすためには、まあ、運動をするしかないっていう発想かもしれないと思ってまして、はい、今そのご飯生活はカロリーをまあ燃やしやすいっていった側面があると思うんですけど、ちょっとそのあたりについてちょっと補足というか、あのポイントを教えていただけないでしょうか。はい、まあ、食事そのもので単に摂取と消費のバランスだけではないよっていうのは先ほどご説明した通りなんですけど、ちゃんとエネルギーをとっていると体って、あ、燃料がいっぱい来るなら燃やしていいんだっていう風に燃焼スイッチが入ってくるんですよ。ダイエットしてる人が一番もったいないのは、食べる方をセーブする、制限する、カロリー摂取を減らすっていう方ばっかり一生懸命やってると、残念なほどに体が消費スイッチをオフにして、なるべく燃やさない、溜め込む、省エネ型という風になってしまうんですね。この状態って実は運動しても痩せにくい状態なんです。今運動苦手なのでって書かれてるんですけど、私たちの体が消費するエネルギーって運動で消費するってほんの一部なんですね。まあ、結構運動してるなっていう人でも、例えば週に2回ジムに行って1時間運動してますっていうと、あ、なんか意識高いね、運動頑張ってるねってなると思うんですけど、1日24時間が週7日ある時間の中で2回1時間の運動って
ほんの一部ですよね。例えば毎日30分ウォーキングしてますって言っても24時間のうちの30分だけなんで、意外と消費って少ないです。でも消費を上げるというのは、実は運動よりも大事なのが、体温が上がって常に燃えてる状態、体温って24時間じゃないですか。なので体温が1度上がるだけで基礎代謝 17% ぐらい上がったりするんですね。この、ね、変化はすごく大きくって、まずは燃えるスイッチを入れる、これはね体温が結構重要なポイントで、なので今までよりも体がポカポカしてきたとか、なんかちょっと動いただけで熱くなるとか、お風呂入ったら今までよりもなんかすごく汗が出るとか、こういう状態になっていると燃焼スイッチが入ってきた状態、まずねこれだけで消費ものすごく上がるから痩せやすくなります。さらに運動じゃなくて普通に生活の時動くじゃない、家事をするんでもトイレ行ったりお風呂に入ったり、まあどっかお買い物行ったり、通勤なんかもちょっと歩くことってありますよね。こんな日常生活の中の動くところの消費、こっちの方がたまにやる運動よりもものすごい影響が大きいわけです。このちょこちょこ日常の中で動くここの部分が、先ほどの体温が上がっていないと、燃焼スイッチがオフになってると全然ね消費に貢献してくれないです。でもまず燃焼スイッチが入って体温が上がってる状態だと、今までと同じようにちょっと駅まで5分歩きましたとか、ちょっとお買い物に行ってスーパーの中15分歩き回りましたとかっていう、同じ活動していても、ね、燃え方違ってくるんで、それだけで痩せやすい体作りになっているんです。あえて運動をプラスしなくても大きな違いがついてくるんだよっていうこと、ここね大事なんですよね。なので、まあ、運動苦手な人がわざわざ運動するって、それ自体がうわ嫌だな辛いなめんどくさいなみたいな、ちょっとストレスになったりすると思うので、そこはですねやる気になったらやればいいっていうふうに思っていただけたらいいかなって思うんです。でも、まあ、これまでいろんな方を見てきて思うんですけど、ちゃんと食べて燃焼スイッチが入るとなんかね体がすごい元気になってくるんですよ。エネルギーどんどん作ってくれて燃えているから、あなんかちょっと元気だし、いつもよりも動いてみようかなとか、運動じゃなくてもいいんです。今まで5分10分歩くのさえ億劫で面倒だなって思ってたのに、あなんかもうちょっと歩いてもいいかもって思えるようになって、じゃあちょっといつもより歩いてみようかなとか、例えば同じ距離を歩くのでもなんか普通にテクテク歩いてたのがなんか元気になってくると、シャキシャキもうちょっと早く歩こうかなみたいになって、エスカレーター使ってたようなところもちょっと階段使っちゃおうかなとか、なんかこうね気持ちが変わってくるんですよ。もうそうなったらもう勝ちですね。OK っていう感じ。そうなったら動くことを意識して、今までよりも動く動く動くってやると、ますます痩せやすい環境になる。でさらにレベルアップすると、ちょっと運動でもやってみちゃうっていう気になったらやればいいですよ。そうなったらさらに加速するから、運動ダイエットのためにやらなきゃって思ってるとなんか楽しくないし続かなかったりするので、あまた続かなかった、やっぱりダメだってなるじゃない。もうこれ一番もったいないから、まあ、運動はやりたくなったらやればいいよっていう風に考えていただき、だけど消費をするっていうのは運動以外の方が断然大きいよっていうことを知っていただけたらいいかなと思います。この辺をちゃんとこう詳しく説明した過去動画があるので、それを概要欄にリンク貼っておきますので、ちょっとそこも参考に見てみてください。ということで改めてまとめますと、6対4のバランスっていうのは、実は自然とカロリーオーバーをしにくい食事のバランスであるということ、そして6対4のバランスは同じカロリーだったとしても燃えやすいバランスになっている、燃焼力が上がりやすいバランスになっているよっていうこと、食事を控えるのではなくちゃんと燃料を入れて体に燃やしていいんだよっていう風に教えてあげると、体の燃焼スイッチが入ってダイエットしやすい体の状態ができますよと。さらにそういう燃焼モードに変わっていると
今までと同じ生活、同じ活動量だとしても消費が上がりやすくなるので痩せやすくなるということ。もっと言うと、その状態は結構元気で気持ちも前向きになるので、動きたいぞっていう気持ちが湧いてきて、運動がこうね、前向きにできるようになってくるという、もう体って段階的に変わっていきますので、やりたくない時に無理に頑張らず、いい状態を作ることをちょっとね、やっていただく、その入り口になるのが食事の改善であり、6対4のバランス、お米生活はおすすめだよということを知っていただけたら嬉しいです。お米生活はですね、単にこうね、摂取と消費のバランスだけで考えるんじゃないっていうところがポイントなんですけど、なかなかここね、浸透するの、理解するの難しいところがあると思います。過去動画でいっぱい説明してるので、よかったらいろいろ見直しつつ、わからないこと、こういうのはどうなのっていうのがありましたら、コメント欄にご質問いただけたら、なるべくこう動画で解説していきますので、コメントもぜひよろしくお願いします。もっとお米生活について知りたいとか、楽しく実践する環境が欲しい、仲間が欲しいという方は、ぜひ柏原ゆきおの公式 LINE にご登録いただけると嬉しいです。登録いただくと様々な特典もご用意しております。そしてお米生活をより楽しく実践できるようなサポートとか、登録者限定の特別なご案内などもしております。概要欄のリンクから登録お待ちしております。ということで、お米チャンネルでは毎日の食事をより楽しく美味しくしつつ、健康で元気で綺麗になるという、そんな情報発信をしております。この動画が良かったという方は、ぜひいいねボタン押していただけると嬉しいです。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。